満州航空株式会社は1931年9月26日に満州国で創設された航空会社である。略称は満渡る。満州航空の本社関東軍からの満州打ちを結ぶ軍用定期航空路の開設の働きかけを受け、日本航空輸送の満州代表部が1931年に設立した関東軍軍用定期航空事務所を起源とする。 満州国が建国されると社名は、満州航空株式会社に変更された。1937年頃に使用されていた荷物タグ、単なる営利目的の民間航空会社ではなく、民間旅客や貨物定期輸送と、軍事定期輸送、郵便輸送、チャーター便の運航や、航空測量調査、航空機整備から、航空機製造まで広範囲な業務を行った。すなわち、 航空輸送の他航空機製造、修理、空中写真、即図など、満州国における航空、または航空機関係の業務を独占的に経営し、鉄道建設警備連絡、資源調査、患者及び物件輸送、空中写真撮影、商用連絡などに任じた。1936年末時点の定期航路の総延長は9 0 0 0トルこの中で、 政治経済の中心地はほとんど網羅した。資本金は385万円であったが、安則3年10月800万円に増し。本店所在地は満州国法店消費地5経路9の記事。株式は取締役の承認を得なければ上渡または担保に供することができない。設備の処分は監督官庁の認可を要する。 その後の第二次世界大戦の勃発と1941年12月の満州国とイギリスやアメリカ合衆国などの連合国との開戦後も満州国内が戦火に見舞われなかったため運行を続けた。1945年8月満州国へのソ連軍侵攻と日本の第二次世界大戦敗北によって満州国は消滅し、これに伴い 満州航空も消滅した。満州航空のユンカース186同盟国の日本製の機材だけでなく、日独防強協定を組むなど当時日本と同盟関係にあったドイツ製の機材やイギリス製の機材、アメリカ製の機材を導入していた。これらは日本の航空会社から譲り受けただけでなく、新型機の開発のためのサンプルとして新たに購入したものもある一方で、 航空輸送会社では珍しく、自社で開発から量産まで行った MT-1 のような機材もあった。新疆飛行場羽田飛行場満州国内のみならず、日本への国際定期便も運航していた。ありがとうございます。